どうもこんにちは、まさんです。今回なんですけど、まあちょっとSG 高校で、サクセス、まあスーパーエースはちょっと今難しいんで、出来的に川上とか今育ててる最中なんで、川上ちょっと今、育ててます。あとまあ樽本とね。でまあ今回の出来なんですけど、まあ中継ぎと抑えが僕スタジアムの試合で使えるやつが、まあ、B クラスとか A クラスまでしかいなくて S が、でもいないんで、中継ぎをね作ろうと思ってるんですけど、まあイベント的にはうし、後イベが1に、あ、これ4人になるんか、前イベじゃないだから、久方って、久方どっちやったかな。ただ、こいつね、めっちゃいいんですよね、コントロールキャラとして。だから、今回、ちょっとこのデッキで、ちょっと後イベ4人かもしれない。久方、前か後かちょっと忘れたんですけど、これでちょっと行こうと思います。で、まあ、丹波は、後イベなんですけど、丹波、立川は後イベで、これ、前イベが、変化量、あ、抑えやから、でもコントロールがね、ええピッチャーが僕作りたいんで、で、球速もあってほしいんで、まあ、抑えで、抑え候補として、とりあえずこれでいこうと思います。頼むぞ！久方だとめっちゃ強いらしいんで、あんま久方使ったことなかったんでね、使おうかなと思って。よし、行きます。で、まあ、特攻ルート、今出てるんですけど、なんか、お、強い！初期パラメータ強いぞ。アイテム招き使ってるんじゃない？絶対に A 投手を作りたい。で、スナイパーなんで、久方が。ここでしょ！頼むぞ！今回、キア入ってるんですよ、僕。中継ぎか抑えを作りたい。だから、脅威の切れ味が全部筋力回収したいんですよね。だから、久方と丹波がどっちも脅威なんで。よし。でもカラスマに関しては、マイベなんで入れてるって感じですね。まあ、A 投手最近作れてないんで。頑張ります。S ランク。スーパーエースも後々を作っていきたい。よしよし。オッケー。まあ、治癒ができたら早く、早めに来てほしい。お、いいね。やっぱコツめっちゃあるな。あー、これはこっちですね。来いよ。まあ、スタミナそんなになくてもいいんで。よし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 、ええぞ。これね。で、しかも PSR なんで多分もう相当やばいです。レベル40。マックスです。まあ、キレ取っときたいけどな。敏捷はいるんか。コツありますねー！よし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 ！オッケー！どんどんチャレンジしますよ、今回は。よっしゃー！キレか！オッケー、チユちゃん。チユちゃんは絶対に、回収する。オッケー、ナイスナイス、回復。ないです。はい。まあ、いきなりね、ひさかっちゃんがね、使えるんで、まあ、レンジャーレベルは高くなるんですよね、間違いなく。ガードが欲しいから、こっちやな。で、完璧ですね、チームとしては。ひさかとかも相当な、急速とか上げるイベントもあるらしくて、強いんで。はい！ミッション、だから特攻いかないです、僕は。特攻じゃなくて、通常ルート行きます。今回はね。行ってこい。お、一発だ。一発で倒す。これは心強いですね。来いや。来てみろよ。誰も来へん。ちょ、待って、こんな来へんことある？オッケーオッケーオッケー。確実にね。はいはいはい。余裕ですね、これは。オッケー。久方がめっちゃ強い。かっこいいわ、久方として。欲しいね、久方。試合経験点ボーナスがこいつあるんで、最強クラスのピッチャーですね。まあ、綺麗が欲しいんですね、最初。2か、敏捷。敏捷2。ちゆちゃん。ここでしょ。ラッパー来い、ラッパー来い、ラッパー。まあまあ、まあまあね。とりあえず体力回復させてほしいな。イベントとりあえず来い。全部回収しろよ。前辺来い、前辺。うわ、メンタル。これ休むしかないやろ。これ危険なことしたらもうなんもええことないんでね。はぁはぁはぁ。体力回復やったらいるけど、休みます。よし。きっちり休もう。親分格。手伝いますよ、カラスマくん。筋力くれよ。カラスマ基本的に回収できるんで。ここでしょ！まあ、キレも回収してるんでね。丹波くん。
C は行かなあかんけど、コツがあったんでね。コツ優先です。なんで調子悪いねん。やる気下げてくんな。オッケー、投げたい。これはね、欲しい、オリジナル、オリ編。とりあえず、ま、綺麗も回収、パチューンとかまだですね。どうしようかな。フォーク、フォーク系覚えとくか。V スラ、やっぱスプリットかな。ちゃ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 。スプリットがええな。で、チューちゃんね。チューちゃんおったよ。け。保管は先。チューちゃん回収しときたいね、絶対に。ラウパワー来いよ。イベント来い、イベント来い。これはコツいきます。久方コツあんま知らんのやな、何か。オッケー、いいね。森川が、うわ、めっちゃ体力やばい。おいよ、メンタル。はー、行きたかったー。行きたいけどない。対ピンチは取らない方がいいんでね。これ慎重に行かないと。急速上げとこう。まあ、急速高かったんで、幸いにも。チンガバ！よし！いいよ！お、千人斬り？ちょっと待って、これ。これは、これ大事なんでね。ちょっと見ます。見ときます。久方。こういうイベントで僕はもう失敗したくないんです。ちょっと待ってくださいよ。パワープルアプリで。僕が一番お世話になっているサイトはそこでは僕は確認しながらね。パワープルアプリ。真面目に聞いてみる。これもしかして金属かもしれないね、下手し。やっぱ PSR はほんまに、こういう久方とか強キャラだと嬉しいね。友達は僕ら当たったんですけど。久方。見ときます。ちょっと、時間かかりますけど。どこや？いや、俺が欲しい投手としては久方と、まあ、欲しいと、あの辺がね、マイベイなんだよね。おった。8.5 点ですかね、こいつ。こいつの PSR はそらいいですよね。イベントか。どこや？千人切りありましたね。あ、全レア度か。真面目に、精神プラスプラス。適当に。あー、適当が、テンポ丸がつくと。練習に行く。練習に行くめっちゃええやん、これ。やる気、オッケー。これや。はいはいはい。これや。変化球ポイントくれ。最強の抑えを、とりあえず、抑えか、中継ぎ。にしたいなと思ってます。キレ取っときたいんやな、できたら。チーちゃん。チーボーよ。リース丸。リース丸か。全員のスナイパーレベルプラス2で、精神はいらんな。リリースもそんなに、コツがいるわけじゃないんで、これは、もうこっち。友情あげときます。いつもコントロールが俺悪い投手しかできないんで、できたら、お！これ適当に合図し、真面目に行く。あー、でも精神がめっちゃもらえるんか。はー、どうしようかな。練習2回目行こう。あ、やっぱ筋力。やっぱ練習っしょ。体力結構使うの、ただ。オッケー。まあ、これ精神と技術ですね。あ、変化もらえるか。いくよし！よし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 、オッケーオッケー。重いたん、重いたん。コツ。コツコツ。尻上がりいいね。尻上がりいいですよ。結構。ただ、金徳のイベントが発生してないんで、起き合わせ。こっち行きます。久しぶりやな、こっち行くん。うわ、めっちゃコツあるな。知り合いは取っときたいな。オッケー。うわ、メンタル来い。あかんねえ。これ、チューちゃんは？オッケー、これ、チューあげとこ。チューあげときます。で、オッケー、オッケー、オッケー。休もう。これでも、行くよ。クリスマス来い！クリスマスよ！ここは来い！やめろってやから、このイベント。ああ、まあ、よかったよかった。ミッションか。コントロール27がヘボいな。
役割変更は、ガードわけじゃないな。これはコントロール行くべきかな。いやー、27か。微妙や。打たれ強さのコツ。はー、技術精神か。微妙や。微妙ですね、これ。休みます。よしよしよし。練習行くよ。行くよ。筋力めっちゃくれるやん。参加しますよ、もちろん。レベル的に問題ないですね。特攻の場合は、ほんまにいいのがいないと、勝てないんで、レベルが上がっとかないと無理なんでね。無難にちょっとノーマル行きました。ほいや。楽勝！ミッションこっちの明ら簡単なんですよね、あと思うことは。行ってこい！えいえい。危ね。うん、やっぱ簡単ですね、これ。はい。カラスもちょっとレベル上げたいな。罠だけ気をつける。罠はほんま危険なんで。で、もう一回ぐらい食らう。ミスったミスった。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。これ買ったっしょ。で、行ってこい行ってこい。行け。はい。オッケー。よし。やっぱ通常簡単ですね、これ。オッケー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 。ナイス。失恋しないな。ていうか、早く、治癒が。あー、これ上げときたいな。臨床か。行こう。レベル上げとこう。オッケー。コツがもうちょい来てほしいし、筋力来いよ。休もう。いや、先に、告白来て。マジか。これ立川やな。先に、取っときます。オッケー。オッケー行こう。行きますよ、これは。コツは基本的に優先するんで、得のが欲しい。打たれ強さが。いや、違う。告白来い。お疲れ。よし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 。来い。いや、告白やって。なんでなん。マジで。告白頼むから来てくれよ。とりあえず、打たれ強さは、あー、結構精神がいる。精神が、ピンチ取っとくか。取っとこう。よし。で、ちょっとほんまに、チューちゃん来て。チューちゃん。頼む。あー、こっちか。告白来い。告白、告白。いや、違うね。違う。告白、告白、告白。ほんまにやばい。まずい。ここに来てくれへんかったらほんまにきついで。悲惨なことになる。ちょ、ミッション考えよう。マジでか。絶対いけると思うんやけどな。先生取っとこう。取っときます。変化球は無理か。オッケー、結構球速は高いな。体力回復ないんかな。低め丸。対左打者。あー、微妙やこれ。でもこれ、ミッション。いやー、これちょっと休んどこか。休みます。来い、ここは来い。うーわ、もう。きつこれ。何のためのやつやったんや、俺。きついな、これ。あげとこう。コツとはちょっと絡み合ってないな。コツ。9位の秘密か。ここは来てよ、ほんまに。うわ、最悪やん、俺。うまくなりたい。大吉来てくれ。大吉。大吉来い。大吉。なんでなん？軽い球？きついな、これ。軽い球、ほんまやめて。大凶って、こいつの運よ。俺の運悪すぎやろ、マジで。おっ、今日重い球掴んだ。おっ、頼むぞ、ほんま。全部回収しろよ。
こういう際どい時に来るやろ。もう休みしかね。チンガバ。よし。オッケー。落ち。伸びくれ。伸びや。頼む。伸び。おー、打たれそうさ。きついぞ、これ。来い。いけ。お前、なんでやねん。やばい。全然回収できひんし。軽い弾消すでめっちゃいるやん。もう消しとくしかないやれん、これ。きつい、これ。軽い弾消すで。めっちゃ筋力取られた。運が悪すぎるやん、俺。頼む、来てくれ。お願いします。お願いします。伸び。スタミナか。くまなく。いや、これはええんやけどさ。なんで治癒来へんの、しかもまず。遅すぎじゃない？バレンタインは来てよ、ほんまに。行くしかない！もう、怪我しすぎやろ、しかも。あ、危な。ここが来て。頼む！嘘やろ？運悪すぎじゃないこれ。きついな、この運は。告白が来おへんっていうね。きつい。しかも全然、回収できてへんから。いらんなぁ。クロスファイヤー欲しいなぁ。バウンサー。バウンサーおったっけな。あかん、ほら、きついな。筋力精神。彼女おらんがデートもできへんっていうね。この運やばいって。マジかっていうレベルやろ、これ。練習したくないけど行くしかないか、これ。頼む。イベントどんどん来い。来てくれ。告白来た。告白が全然来ないですね、これ。ビビっと思うな、この運に。マジか。これ、後イベやからかな。やっぱ前イベ、久方がもしかして後イベやったんかもしれないですね。まあ、運も相当悪いけどな、これ。ビビットムの治癒がまず彼女になってない。その事実。それが一番やばい。行ってこい。ほら、行け。ほら、行ってこい。行け。ドン。久方めっちゃ強いんやけど、それはありがたいんですけど、クソみたいな運やな。これ運が悪すぎるよな、ほんまに。楽勝。はい。あ、ミッションはめっちゃ楽勝ですね、これ。通常ルートは。オッケー。ただ、運がボロボロ。オッケー。よし。運がボロボロすぎてさ。4つで止めときます、もう。スライダー欲しいんで、スプリットか。あー、スライダーでいいか。問題はこの運なんよな。あー、ちょっと待って。重いの取っとこう。クソ運が悪い。休むしかない。まず、よし。告白が来おへんもんな。まあ、これは確実に60ポイントもらっておきます。いや、告白来ようよ、そろそろ。何これ。あ、これは二手に分かれます。オッケー。ほんまに告白来て。伸び来い。の、スタミナのこそいらんぞ。伸びや。伸びをよこせ。こっちか。悪くない。頼む。イベント来い。イベント回収全然できてないぞ。ほんまにビビるもん。きついな、これ。これはきついです。相当やで、運が。
体力回復日あるかな。脱三振のコツ。休みます。休むが多いんやな。来た。何来た。本当にそうか、試してやる。これ何やろ。ああ、これですね。本当にそうか、試してやる。が一番いいかな。なんでやん。やる気やばい。確かが大場か。まあ大場ですね、これは。頼む。対強者もあるか。やる気やばいな、マジで。セクション3で。何これ。このイベントは別にいらんぞ。これ行くしかないけども、やる気がね。やる気をもっと高めて。嬉しいんやけど、やる気が足りひん。さらに来い。てか全然イベントが起こってないね、これ。ビビっと思う、そのイベントの。やる気下がりすぎやろ。やばい、やる気が。彼女がね、告白来てないしやん。遊ぼ、一回遊んどこ。いやいやいや、いらんて。どんだけ、おい、こんなイベント起こることある？やる気下がりすぎ。これちょっときついっすね。きついぐらい、なんかもう悪いことが起こりすぎと。コントローもあげれん、あげとくか。なんでなん？勝負引いてます。ひどすぎてね。これきついなぁ。行くしかない！もうやる気が。頼むよ。イベント、イベント来い！ほんまに、やっと来た！遅すぎじゃない？これ。だって、最初ら辺でやっとったのに、これが運なんですよね。しかも、金徳も全く。あ、でも乾燥しとんか、何個か。ただ、オッケー、合宿か。これこっちやろ。丹波さん！よし。うーわ、またやる気下げてくる。やめろって。やる気が下がりすぎてやばい。ああ、精神練習とあんまいらんぞ。いきます。しかもタックも発動戦士な。試合任せられる。経験点は？めっちゃ悪いわ、2200って。非常にまずい。これは非常にメンタル。もうメンタルいくしかない。これはね、なんか最近の中で一番悪いんちゃうかっていうぐらいイベント回収できてへん、かつ、回収はできたんかもしれんけど、4-3、4いっとくか、4-4。非常に弱い選手ですね、今んとこ。ヒースを上げとくか。スタミナはもうええわ。行くでしょ。もう 9% でさすがにないやろな。頼む。脱三振。対強打者丸か。疲れて。辛そうだな。俺もほんま辛い。あ、そう、デート行けるようになったんか。デート行こう。ビビるぐらい辛い状況おるって。これで一発目出えへんとかやめよ。行こう。オッケー。最低限ね。S 行きたいんやって。マッサージしますよ、俺が。やる気上がって、やる気上がって。やる気やって。こんだけやる気がなかったらあかん。やる気を上げてくれ。あかん。練習が。これ彼女行った方がいいかもな。全然。うわぁ！これ行きたいな。これ行こうか。え、めっちゃいいのあるやん。ちょっと待ってよ。これは行かないと、もったいないですね。なんか、こんだけか。ミッション。とりあえず、これかこれ。変化球、変化球と変化球、勝ちへのコツ。これ行こう。じゃあ来いや。
レンジャー系ね。レンジャー系得意。やっとけやっとけやっとけ。はい。いっとけ。とと。よし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 。ええ感じ、ええ感じ。ええ感じで。ほい。だね。危ねえやんけよ。よしよしよし、オッケーオッケー。もうちょっと金道一個逃し、金道じゃあ金塊逃しましたけど、オッケー。参加しますよ、もちろん。特別ミッションね。まあ、十分や。ミッションはね、やっぱ楽勝ですね、これ。通常のとこは。さあ、来い。はい。どうか。よっしゃ、いい感じ。やっぱり特別の特攻と比べたらめっちゃ簡単やな、俺。罠来た。罠来ましたと。いっとけいっとけ。やめんかい。机。これ危ないかな。いっとけ。ああ、全然楽勝やわ。通常ルートめっちゃ簡単やん。そう考えると。で、別にミッションもめっちゃ良かったんでね。下手しい、あっちの方がええんかもしれんなっていう。ぐらい。めっちゃあるやん。邪魔やって。どこどこ。ふざけんな。オッケー。金徳は散々やけど、ミッションは楽勝。オッケーオッケーオッケー、ありがとう。よしよしよし。打球反応丸ね。とっとことっとこ。取れへんのかい。臨床がめっちゃいるな。勝ち運はこれ以上ないやろな。そうじゃ、釘付けただ取れてへんっていうね。これもデート行こう。デート行こう。行こう。よし、よしよし。これ体力あんま回復しないんで、やる気アップしよう。こいつも脅威の嫌い、そういえば行ってへんからな。バトイベやっぱ入れすぎたか。はい、これで、ゲットね。行け。オーケー、こっち掴んだ。平方。まあ、一個目。これでやっと一個。もう勝ちに取っとくか。で、コントロール悪いんやな。あと、もう一球して欲しいから。なんでや。反応してくれや。もう一球して欲しい。スタミナはいらんからさ。どうしようかな。143キロで、とりあえず、回収したいな、走者釘付け。ミッション見とこう。ミッションも、伸びのコツ。ちょっと待ってよ。伸びのコツは、全然持ってんな。一個か、筋力ポイント。行くか。いや、デート行こう。いけ！よし！走者釘付けはやっぱ欲しいんですよね。結構いいんだよ、あの、やっと来た。来るの遅すぎやって、お前。オッケー。よし、コツ。いいね！これ、卵って最強やった。久方って何くれるん？得の。
得のないもしかしてこいつあんまり。なんで、あ、まあ、エアルキャップでかよ。待って、久方の、イベンデッキ。能力見ます。あ、ないんや、こいつ。じゃ、立川やな。伸びのコツが欲しいから、あとドロップか、300いるんか。タッチ！タッチくれ。伸び。伸びや。よっしゃ！伸びは欲しかった。やばい、もう試合が、試合が近づいとる。デート行くしかないでしょ。行こう！よし！よしよし。ラスト1回ね。オッケー。試合来たー！先発やってもちろん。これしかないっしょ。もう抑えでやったらまだ多分使えると思うんで。って考えたら知り合いがいらんかったんやけどな。つけんでもよかったな、知り上がり。オッケー行こう。コントロールが足りひんな、結局。もう運が悪すぎたっていうのもありますね。やっぱ後イベっぽいですね、久方。確か。それがミスやったな。不甲斐ないことしてもた。高級術はわからんねんな、あんまいまいち。低め低めで。でも最後ボール球とか、まあ、ストレートとか。振ってくれよ。オッケーオッケーオッケー。ナイス。ボール球をほとんど掘っていったら多分打てないと思うんで、相手も。いけよ。よし。コントロールが、オッケー。これはアウトやろ。よし。外角低めスライダー。曲がりすぎな。掘っていこうか、ストライク。低めね。フランな。フレ。全然。オッケー。ナイス。まあ、守備はいいんで、S字5号は。こいつらに打たれたら終わりやっていうレベルやしな。オッケー。ナイス、セカンド。まあ、確実に試合は全部勝ちたいと思います。マネキと恋愛成就、どっちも使っとうからな。A 選手じゃないと困る。S ランクはいかな。まずい。いや、デッキのバランスが悪かったな。そうしか考えられへんもんな。オッケー。ピンチ出したよ。オッケー。あ、そういえば勝ち運取ってないんか、俺。パワー A、危険やな。こいつは危険や。よっしゃ。決めよう。オッケー。4番？ 4 番抑えるできっちり。よっしゃ。絶対打てへんや。高めのストレート。振れ！ボールゾーン。見てくるな。オッケー！よっしゃ！これ以上のピンチはもうないやろ。8人取っとこう。よし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 、オッケーオッケー。星沢学園ね。名前一回も触れてへんかったわ。よし。試合経験、イベント起こらんのかい。なんでなん。勝ちん勝ちん。あ、取っとうわ。勝ちんね。で、あと一個は、チェンジアップ系の、サークルチェンジ取っとこう。あ、サークルチェンジじゃなくて、新、カーブがやな。スローカーブがやな。スローカーブ。緩急が欲しい。いやー、ちょっとこれは足りんなー。伸び欲しい。伸び。なんでやねん。頼む、回収してくれ。次。いやー、これは休息行きたいけども、デートやな。行っとくしかない。行けよ！よし！全部回収して。
一生全部回収しました。奏者釘付け。少し。しかも少しってね。これ刀ほんま話にならんからな。全然ポイントがない。急速上げとこう。ちょっと何急速反応してくれんねん。コントロール悪すぎないな。いや、コントロール上げるんがめっちゃむずいな、個人的には。まあ、育て方がちょっとミスってますよね、この。チウとの、あれが悪すぎたっていうのはありますけど。よし。それ合わへんやろ、スローが危ないから。コントロール悪いからやっぱ操りにくいっていうね。悪いな、コントロール。オッケー、ナイス。スローカーブがやっぱ有効なんや、こいつら。なんか、オッケー、確実にストライク取っていこう。しゃ、やっぱスローカーブでしょ。ほら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 、スローカーブの有効さ半端ない。ほらほらほら、スプリット外れとんな。スライダー惜しいね。出ていこう。オッケー、勝ちについたから絶対勝つぞ。オッケー、なんでノーアウトな、こんな打たれる。全然合ってん、全然タイミング合ってないわ。三振取ろう。よし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 、オッケー、高めのストレート振れ。この前追加で、オッケーナイス、ええぞ。あれパワフルだと抜けてそうな当たり。スローカーブ、低め低め、危険やけどスローカーブいこう。嘘、端か、あそこダブルプレイコースやん。パワー S ってやばいよな、こいつらでも。スローカーブ、コントロール悪いから入らんのやな、ストライク。よっしゃ、逃げたら絶対負けるから。スローカーブやな。よっしゃー、完璧、絶対 1失点に切り抜ける。通すの負ける。ちょっと甘めでもええからストライク入れていこう。オッケー、ここから遊べる。うっそー、きついな、あれヒットになったらきついって。ピッチャーで高級率が分かんのかって、コントロール悪いから操りにくいっていうのあるよな、これ。あかん、コントロール上げる方法が見つからないですね、僕的には。知り上がりとか。オッケーオッケーオッケー。頼む、逆転して。逆転。逆転。またスローカーブがほんまに有効すぎるから。あかん、疲れたんだ。外しとこう。オッケー、ラッキーラッキー、よしよし、ラッキーラッキー。ちょっと危なかった、あの取って取っ、めっちゃ打たれるよな、これがしんどいですね、こんだけ待ってこられたら。打てへん、関係ないぞ、危なくてもいけ。おっしゃ、オッケー、ナイスプレー、危ない。取って。またずっと回ってくるよ、これ。スタミナがないから、もうなくなったか。しゃい。半球三振はきついな。インに入る。うまいって。落差。換気を使う。よっしゃー、スローカーブから入ることが一番
あかん、はい。行き過ぎやぞ。低め、低め、低めの外角。よっしゃ、それで。逃げていく。ズバンと。ズバン。くっそー。ついてくるか。さっきと同じコース。オッケー、ナイス。こんだけもう熱湯しとんやから打ってくれよ、味方打線。頼むわ。頼む。頼む。なんでやもう。かんやろ、これもう。最初が全てとかなしやって。またもう、クソみたいな投手ができた。くそー。投手めっちゃむずい。中継ぎでもこれ入らんわ、俺、これ、これでは。悪すぎるなぁ。多分これ、走者釘付けも、入らんしなぁ。臨床足りひんのやな、多分。きついですね、これは。いやぁ、久方、育て方を見せたけど、4000やもんな。これはきついわ。あー、クイックも無理やな、中途半端やな。きついですね、これは。伸びももうこれ。伸び取ったら全然取れへんやろ。ツーシーム。技術めっちゃ使うな。急速、急速、急速。コントロール上げたい。いいが限界。まあ、こうなるわな。きついなぁ、これ。ヒース5抑えるか、もうちょい。なんか変化量使うやつ取りたいな。変化量使うやつ。くそー。第2ケース取った方が上か、これやったら。コントロール悪すぎ。ツーシーム取っとくか。いやー、周りに見る弱さやな、これ。急速下げて。根性使うとるか、伸びか。あー、クイック。根性取るか。取るか。弱いなー。ダメダメですね、これは。取るやつ。きついなー。中途半端、一番中途半端が大嫌いや、俺は。弱すぎるな、これは。星沢学園はもう使い物ありませんね、これ。範囲としてはもう、ただ、金徳も全部回収しきれんかったし、やっぱ後イベ3人入れたっていうのはミスでしたかね。入らんやな、これ。入ったけど。入ったけど全然、下がるやんけよ。どういうことやねん、これ。いやー、ちょっと悪すぎましたね、これは。まぁ、ちょっともう今回は反省としてね。まぁ、後イベと前イベをやっぱ4人にしたっていうのがミスっていうのと、まぁ、ミッション的には問題なかったんですけど、運が悪すぎた。滑りにおいて。もうそれに尽きると思います。運がちょっともうね、チームの彼女できひんかったし、まぁ、そこら辺はもう運なんでね、仕方ないかなと思って、次また、動画を撮れるように、まぁ、日頃から運をね、養っていきたいなと思います。ここで爆発させれるように、頑張ると思うんで。いやー、まぁ、ちょっと悪すぎた。っていうのは結果です。まぁ、次頑張りたいと思います。では終わります。ありがとうございました。